機のトラブルのために原子炉を停止した女川原発2号機についてです。地元自治体や国からは丁寧な対応を求める声が上がっています。女川原発2号機は先月29日東日本大震災で停止して以来13年半ぶりに再稼働しましたが、おととい発生した計測機器のトラブルを受け、昨日原子炉を停止し、現在原因の調査が進められています。女川町の須田義明町長はこのトラブルについて、今後も一つ一つのステップをしっかり踏み再稼働を進めてほしいと話します。まあ、しっかりした対処が、まあ、なされるものだと思ってますし、まあ、これも今回一旦止めてしっかり対応するということでしたので、そういう姿勢はですね、引き続き一歩一歩ちゃんと積んでいくということですね、そこは堅持してもらいたいというふうに考えてますし、そのように要請はしております。また武藤要次経済産業大臣は今日の会見で、安全最優先で進めてほしいと強調しました。東北電力には工程ありきではなくて、一つ一つ丁寧に作業を確認しながら安全最優先でプロセスを進めていただきたいと思っております。一方、再稼働に反対する市民団体のメンバーは今日東北電力を訪れ、再稼働への抗議声明と今回のトラブルについて説明を求める質問書を手渡しました。県内外の多くの反対の声を無視して13年ぶりとなる再稼働強行に断固として強く抗議します。これに対し東北電力は、安全対策を最優先に取り組みプロセスを慎重に進めていくことが重要などと応じました。今回の事態は社会的不安が幅広く広がっている県内に、そのことを東北電力は自覚すべきだというふうに思いますね。これをきっかけに東北電力は再稼働を断念して女川原発の廃炉に向かうべきだと。